どうもトビアンです。天外魔境2続きやっていきたいと思います。100回超えて102回目、前回まではこちら倉敷で極楽の千代装備を手に入れ、これ剣だけじゃなかったんですよね。剣、鎧、兜、足全部ありました。千代装備を手に入れ、極楽強くなりました。亀の弁慶に乗り、ついに白銀城へ乗り込みました。いつもの音楽流れてますね。行きましょう。ガチで攻略白銀城。暗黒乱も最後のね、7本目の聖剣取りに行きましょう。そして絹も助けましょう。綾姫もね、行くぞ。全力で行く。3人だけどね。おお、いきなり強いやつ出てきたな。このなんか氷の槍の弱点わかんないんだよね。なんなんだろうね。人縁があんまり効かないんだよな。生きよう極楽にかけてみるか。極楽頑張れと。お、いいね。回復。雑魚戦がなんかボス戦みたいな感じだよね。いや、極楽やっぱいいね。通常攻撃で倒すか。いや、かわされた。いや、極楽もかわされる。マジかかな。とりあえず回復しとくか。あ、極楽もうなくなったから、力を。結構手強いよね、これ。陣営いけるか。よし、当てた。一回当てたらあとは頼む。歌舞伎なんでそっち攻撃する義経斬り単発になったら、あ、義経斬りで倒せない。守備力高すぎでしょ。いや、もうまた回復だな。あ、もう技ない。参ったぜ。技なくなったら骨の剣で回復。いや、一戦一戦が苦しいわこれ。さあ、左から調べていくか。広いと嫌だよな。冷血天使。こいつも陣営かな。陣営が技値30も減るんだよね。結構強烈だよね。骨の剣。歌舞伎の武器あるじゃん。あれちょっと借りようか。この飛剣知らぬいね。飛剣知らぬいもちょっと借りて。あ、使えないのかな、道具として。装備はできないからね。歌舞伎だけしか。ちょっとお借りします。戦闘中に使えるかちょっと試してみよう。どう考えても氷の城だからね。炎系の効果的なんじゃないのかな。つらら兵剣知らぬい、あんまり効かないけど一発当てたよ。ちょっと使っていこう。剣知らぬい。あー、一発しか当たらないか。まあ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 、まんじまるも使えることは分かりましたね。まあ、骨の剣も使わないといけないし、結構まんじまる忙しい。まあでも3人だからしょうがないよね。絹がいないから。歌舞伎と極楽に攻撃してもらおう。おっと、入り口かなこれ。左右対称で、あ、いつものやつやっとこうか。ほうが、お宝、15個もあるの数えるのめんどいな。でも頑張って数えるか。今んとこゼロだよね。はい、入り口付近何もなし。行こう。あ、何これ。第一階層に入ったみたいな感じ。オッケー。ここは通れるんだ。おっと、階段発見。
いや長くなりそうだねこれ。いやーこいつもう逃げよっか。こいつ戦ってもなんか得がない。逃げ水の杖壊れるまで、あ壊れた。さてしょ、逃げ水の杖壊れた。なんか3本ぐらい買っといてもいいかもね、逃げ水の杖ね。つならへんか。1体だから義経切りでいくか。威力高いよなこいつら。あ最初の宝箱、あっと、あいててててて。赤い赤い、全然歩いてしまったぜ。危ない、体力が危ない。日立頑張れよみんな、私は回復と道具使いに専念するからな。危ない、極楽危ない。で富士、オッケー頑張れ。私は骨の剣使っとく。まあ3人バランス取れてきてはいるよね。骨の剣、骨の剣はなんかどうも壊れないみたいなんでね、コメントで教えてもらいました。みんなを信じるぜ。どうしようかな。正の字書いとくね、手元でね。1/15。こっち行くか。宝箱も取りたいんでね。何にもない。お、こっちにある。これ、これは、どこに出んの？入り口、スタート地点じゃないのこれ。スタート地点かーい。どうもタメヤンです。今回から白銀城攻めたいと思います。最初の7分は何だったんでしょうか。右から来たから左行こうか。あこれなんかあの巻物持ってきたよね。清水だったかな、移動防御清水。よし2800両。宝箱2つ目ゲット。義経切り、でなんかあの極楽が覚えた奥義ね、前々回だった、排水の陣、これいいみたいだね。単体攻撃、まあボス戦の時とか使いましょう。今は面倒だからね。オートにしとくけど。あ清水効果消えたの、大丈夫。ここ登ってみるか。2回覚えられるかな。あ右も行けるんだ、はい。あ宝箱発見。3つ目清涼岩、15個ありますからね。また階段あるのか。もう行くか階段。ここが2階かな。違う違う、1階2階3階だな。1は行けません。かわして、おっとブルブル震えちまったぞ、最悪だ。キツネビ苦手なやつだな。一見知らぬ行くか。よし一発当たった。極楽若草、若草無限にできるから。あ陣営、うそー富士、こいつ陣営使うんだ。キツネビ、キツネビっていうぐらいだから炎はあんまり効かないのか。試練やってみるか。あその前に試練やってみる。雷はどうだ、効く
けど弱いな。破壊力がないよね。試練預けるか。預かり所に。効果がもう100位未満だとちょっと厳しいよね。落ち着いて骨の剣を使いながらね。あ、1万両盗まれた。最悪だ。常日ふざけやがって。やってくれるな。回復はいらないね。え、どんどん登っていくの。これ4階まで行くの。あ、嫌なやつ来たな。反対だからやっつけるか。被験知らん。よし、聞いた。もういっちょう。剣知らぬ聞くね、結構ね。あ、宝箱発見。これが4つ目、月の霊薬。まあ霊薬関係はもういらないね。骨さえあれば。なんかありそうだけど、ここ。え、札あるの？札ってみる？あー、ちょっと待ってね。とにかく登っていけばいいんだよね、上にね。まあ、3階かな。あ、いた、発見。早速発見したぜ。なんか強そうなやついるぜ。おっと、危ない危ない。おお、下に。え、見つけたぞ。待ってろよ。気に知らぬい。配信ナイス、ありがとう。次の段までどうだ。まだまだかな。あ、まだ2万もあるのか。まだまだだね。あ、ここ行けないのか。っていうことは中央あたりのこの階だね。一回降りて真ん中あたりに行って、わ、何これ、穴？穴落ちんのこれ。あ、落ちたー。落ちちゃったー。登って。完全に迷子だね。一回落ちてっていうのもあるからね、これ。剣知らぬい。あ、いいね。結構終盤でも役立つね、被験知らぬいね。はい、やっつけたぞ。へい、こいつもこれでいくか。いいんじゃない。ナイス、ナイスコンビネーション。まだ骨の剣はいらないね。ここはこっち通れるのかな。ちょっと待って、あれ使うか。清水通って、行くとこれまた落とし穴のとこか。さっきの反対側に来たね。あ、キツネビめんどくさい。こいつの攻略法なんだろうな。戦うしかないのかな。あ、ブルーライト、この青海パワー。あ、いけるけど弱いな。あ、でも極楽の攻撃とか効くね。通常攻撃だな。避けられるんだよね、でもね。避けられちゃうけど攻撃が効くね、キツネビは。当たるかどうかだね、あとね。エンカウント率高いな。
や、極楽がちょっと強くなったのがね、いいですね、千代の装備でね。あー、行き止まりなのここ、うそー、どういうこと、どうやって行けばいいんだ、わかんねー、見事にはめられてる、左右対称落ちるんじゃなくてかな、もう落ちてみるか、もうめんどくさい、完全に迷子だぜ。全部撃ったんじゃないの、わかんねえ、長期戦だねこれはね、うちをちょっと倒してから偵察したいな、粘りますよ皆さん、逃げずに行きます。ああ、3階かな、戻ってきて、ここなんか赤いから出ないんじゃない、このち、どうなんだろうね、スネビこいつはもう攻撃だね、1万両盗まれた、じゃあ陣営を、危なー助かったー、ギリ、うわ、陣営やめて鬼だ、いやもうマンジマルは体力全開にしとかないとダメだね、これ一発で死ぬ可能性あるよこれ、いやいやもう強烈だねこいつ、一体倒した、でも陣営されたら一発でやられるからもう無事使いまくって、冷静に骨の剣、骨の剣戦闘中しか使えないからね、いやいやお金減ったなぁなんか真ん中にいたよね、3階のね、とりあえず上へ登っていくしかないの、あ、行き止まり、ここ嘘、じゃあ降りてから、おお、なんか初めましてのやつ出てきたよ、絶対レート、すげえの出てきたぜ、あ、でも倒せそうだね、倒せそうだから骨の剣、余裕のある間は骨の剣、大したことないぜ、このままいったら段上がりそうだよね長い戦いが始まるぜ、清水なくなった、清水もう一回やって、落ち着け、この下、あ、階段あった、あ、降りるの、え、違うのか、降りるのか、登りたいんだけどな、完全に迷子だぜ、攻撃参加するか、冷血天使の時は参加するぜ、回復、回ってきたら骨の剣歌舞伎にもあげとこう、よしよしよし、あ、とりあえず、あ、こっちも行けんのか、骨の剣でほぼもうこれで完全回復だぜ、いや骨の剣ありがたいよね、よく見つけたよねプレイヤーによって違うみたいだからね、ほぼスタート地点か、1階に来たのか、1階に来たね、迷ループしてるね、ここが1階、ここ2階、あのボスっぽいの3階にいたんだよね、うわー、もう逃げよう、突破しよう、あ、無理か
きつい。あ、逃げ水あるわ。逃げ水の杖じゃなくない方。回復して、さっき言ったとこみんな覚えといてくれっていうね。ライブ配信だったらできるけど、ここ上行きますね。逃げようか。氷の槍だけは逃げ水で逃げる。逃げ水。苦手だ。あれ聞いてんのか？よみつ。あ、ここはあのボスが見えるとこだ。うわ、冬の鬼、はじめまして。まだいるんだ、はじめましての敵。被剣知らぬ行くか。冬の鬼強そうだな。いけ、かわされてる。知らぬい。よし、当てた。あ、倒しきれんか。ピタッチ。オッケー、もう任していいだろう。ここは骨の剣で回復。冷静ですね。回復。オッケー。いやー、しんどいぜ。でも戦える。ここからなんだよな。あ、上行くか。上行って、これで4回かな。どんどん上行くか。この辺からなんか、さっきというかね、前回もなんか下に行こうとしてたけど、どんどん上行ってみるか。よし、次。オッケー。あ、まだ上あるね。こいつなんか弱かった。ベルトやられるぞ。あー、なんだ、三末なんか。おお、怖いな。なんか神風なんか恐ろしいな。骨の剣、こっちは冷静だぜ。剣知らない。あ、全然効かない。めんどくせえやつだ。陣営で倒しちゃうか。効かないのかい。え、しびれ。なんかいろいろ結構粘るなこいつ。よし、爪切り。さあ、この上り階段初めてだと思うんだよね。あ、行き止まりだ。またこいつか。倒せばいいんじゃないの。おお、当たるね。当たるときはさっき空振り多すぎでしょ。さあ、5回かな。5回ぐらいに来ました。全然宝箱取ってないよね。15個あるのに4つしか取ってない。おお、なんか初めましてのやつ出てきた。勝ち割り、初めまして。陣営くくらわせろ。よし、1割何もしなかった。よし、何もしない。怖いな。一気になんかやってくんじゃないの。あ、守備力ないねこいつ。逆に攻撃力が怖いなこいつ。ちょっと骨の剣使っとこうっと。あ、何もせずに終わった。勝ち割り。何だったんだ。あいつだけ氷系じゃないしね。
あ、まだ登るの？これもう6回とかじゃない？あ、落とし穴があるんだ。ちょっとでもなんだ、してみろっていうことかな。違うとこに出るのかな。回復。ちょっと他も探索しようか。あ、こっち何もなし。あ、なんだ、よくわからない、下の階が見えるね。下もちょっと探索しよう。エンカウント率が激しい。勝ち割り、なんかよくわからないやつだよね、この勝ち割り。結構、あ、渾身の守備力が危ねえ。なんかわからないけどすごいことなってんぞ。92。危ない危ない危ない。ハンマー打ち下ろした。めっちゃ攻撃力あるじゃん。やっぱりなんかすると思ったよこいつ。ポングをしとこう。マンジマルにだけ、マンジマルだけは死ぬわけにはいかんと。富士守備力が92落ちたってすごいことになってるじゃん。こいつ自体の守備力は全然ないけどね。怖いなー。冷静に骨の剣で常に回復しとかないとね。いや強かった、勝ち割り侮ってたね。なんとこう行き止まりかな。陣営でも一体倒す。よし、オッケー。回復カプリ、戦おう。そう、一気で回復。いやー、なんとか戦えるけど。まだか、ダン。あと4000。言うてる間にこれ落ちるのか。あ、落ちれた。お、落ちたね。ここはどこ。お、なんかそれっぽいとこ来たよ。来たんじゃない。ちょっと体勢整えとこうか。骨の剣でね、マックスまで技上げとこう。ちょっと待って、骨の剣 OK。回復しとかないと。ワクワクしてきたぜ。よし、ん、ここじゃないの。あ、違うの、まだ下。でもなんかそれっぽいよねここ。え、違う。あ、なんか違うっぽいな。ちょっと待って、なんかスタート地点っぽくないこれ、大丈夫。いや、もう早く見たい、逃げミス。エンカウントやめろ。なんか知ってる場所だよここ。邪魔するんじゃないよ、私のトークを。何人たりとも私の邪魔をするんじゃない。いや、今落ち着けないぞ、逃げるぞ。え、スタート地点って落ち、戻し作業が待ってんのか私の。なんか見たことある気がすんだよねここ。
え、あ、やっぱり元戻ってるっていうことはあれか、さっきのとこあの小さい穴の方に落ちた方が良かったのかな。ということで今回は絹と綾姫を見ながらお別れしたいと思います。なんか天狗みたいなやついるけど、あいつが百鬼王か。待ってろ、百貫、なんだったっけこいつ、百貫丸。次回もお楽しみに。さよなら。このまま戻らず行きますよ。